じゃあ前回の続きからやっていきましょう。どこ行きゃいいんだろう、全然わかんないけど、ウジ虫ウジ虫、格下の複数の相手のことを指す。ウジが湧いてんじゃねえ、ひどいこと言うな。あー、右にマップ出てんね。あ、一応バツで走れるのかな。どこ行ったらいいんだこれ。うわー、結構ちゃんとしてるな。なんかマップが、あれ学校ってことかな。うん、なんかおばあちゃんいるね。おい、いや、そうちゃん大きくなったの。足も年を取るわけじゃん。昔は町内でも3本の指に入る美女じゃった。極東町のお船ちゃんといえば有名じゃったんや。あれは年寄り話が長くていかんね。へえ、こういうおばあちゃんとも会話できるんだ。とりあえず学校行っちゃったけど、これどこ行ったらいいんだろう、これ。ちょっとごめんなさいね。この辺がまだ分かってないので、ちょっとうろうろするかもですけど。ん？あ、やっと見つけた。ん？なんだ？丸？左の子。なんか用か。何か用か？じゃないだろ。あら、なんか美人な。そろそろはっきりしてやんなよ。え？何がだよ。ひげ生えてる、ちゃんと。こないだ聞いたじゃんかよ、誰が好きなのかって。え、何こいつ、モテモテの設定かよ、マジか。いきなり恋愛イベント、ちょっと待って、いきなり恋愛イベントって、マジか。俺の勝手だろ。いきなり恋愛イベント入っちゃった。いいよ、レイナちゃん、困ってるじゃない。いや、もうこれどうしよう、これ嘘。でもさ、いつまでもダラダラしてんのは良くないと思うわけさ。そうよ、いっそのこと結論出してもらった方がすっきりするもん。なんか全然違うんだが、顔の結論グラフィックが。ちょっと一人だけ。皆さん、何か揉め事ですか。ん、なんだこいつ、眉すげえ角度。生徒会長には関係ないよ、あっち行ってな。そうはいきません、なんせ僕はこの学校の生徒会長ですよ。困っている人がいれば相談に乗るのが僕の役目。そういう感じじゃないと思うんだけどな、これは。耳を傾ける偉大な生徒会長としてですね。あの、聞いてます？あ、そういえば他校のバカな連中とまた暴力沙汰を起こしてるそうじゃないですか。これ以上君が愚行蛮行を繰り返すようなら、我が極東高校生徒会として厳重なる処分を学校側に求め。もうみんなに仕方されてんじゃん。お前ら空気読めてねえなこいつ。まあ困ったことがあったら僕に言ってくださいよ。こいつは空気読めないな。なんせ僕はこの学校の生徒会長ですから。こんな生徒会長っていうやついるか。生徒会長でなかなかいないでしょうよ。ああ、では良い放課後。あ、これ放課後なんだ。早く帰れや。じゃあ学校いないでいつまでも。どうなんだよ、誰のことが好きなの。え、これどうなんの、もう。え、何、恋愛イベントなのこれ、マジで。嘘でしょ、いきなり恋愛イベントになると思わなかったんだけど。え、それを言わなきゃいけないんだよ。安尾めっちゃかっこよくなったヒゲ生やしたら、やばいな。あのね、この子ら二人ともあんたのことが好きなんだよ。あ、え、あ、レイナは別に好きじゃないの。普通。え、これ何、これどうしたらいいのこれ。俺は、いや、全く気づかんかった。あ、ウブなんだね、そのまま。こんな鈍感な男、どこがいいのよ。わかった。じゃあどんな子が好みなんだ。え？それだけでも教えておくれよ。え、何これ、ど？まずは、顔はどんなタイプが好きなの？いやいや、ちょっと待って。本編進める前にとんでもないことになった。え、何これ。え、どうしたらいいのこれ。マジかこれ。え、何これ。俺のイメージ選んで、多分これきっとさ、可愛いタイプはあのサキちゃんって子で、美人は多分レイナで、可愛い性格はあのマナミちゃんって子だよね。どうしよう。でも多分これ勝手に俺のイメージだけど、多分安尾はレイナさんみたいなタイプの方がうまくいくと思うんで、レイナさん狙いでいきましょう。じゃあ体型は？体型？
ダイナマイトボディ、スマートがいい、普通でいい。え、何？え、何これ？わかんねえ。どれがどれになるんだ？スマートでいいのかな？もう美人でスマートって言ったらレイナでしょ、これ絶対。そっか。そんじゃ、最後に性格は？あ、そうだね。やっぱりそうなんだ。じゃあ生意気な子にしよう。もうレイナでしょ、これだったら。レイナフラグでしょ。何やってんのってか、いきなり恋愛イベントに入ると思わんかったんだが。それってどう考えてもレイナのことじゃない？やっぱりそうなんだ。なるほどな。でもなんかサキちゃんの方が正当かな、ヒロインな感じするんだよね。ごめんね。なんかでもなんか安尾はなんかレイナの方が合ってるような気がして。まさかな。え、安尾マジ？ああ失恋しちゃった。サキ二人きりにしてあげよう。なんかサキちゃんには申し訳ないな。なんかマナミちゃんはなんかメンタル強いな。ちょっと待ってよ。え、これマジ？マジで恋愛イベントこれ？マナミたちに気を使わないでいいよ。実はサキとも話してたの。レイナも好きなんじゃないかって。まさかいきなり恋愛イベントとは思わんな。パート2が喧嘩じゃなく恋愛イベントって。喧嘩番長だろこのゲーム。正直になってレイナ。ちょっぴりジェラシー感じちゃうけど、でもレイナなら応援できる気がする。え、何見せられてんの俺これ。ちょっとそんなことないってば。あんたなんとか言ってよ。いや、その顔。いや、あれだ。あれって何よ。え、マジこれどうなんの？嘘でしょ。さ、何よ。いや、何でもない。もう喧嘩番長からタイトルが恋愛番長に変わるぞマジで。これパート2でいきなり。本当に女に腹気弱いね、あんたは。私のことどう思ってんのよ。うわ、はっきりしろよ。うわ、ちょっと、え、マジ何のゲームやってんの俺これ急に。嘘だろ。ねえ、今日のところは勘弁してくれ。ダセえ、ダセえこいつ。おい、マジかお前。実は両思いであった番長とレイナ。あ、そうなんだ。レイナの気持ちを聞いた番長は自分の気持ちを素直に言葉にできなかった。ダッサ、おしゃばぞうがこいつ。またまた番長としてレイナを幸せにできるのであろうか。いや、マジで恋愛番長だわこれ。いや、違う違う違う、そうじゃねえだろう。そうじゃないだろう、黒心連合は。違う違う。タイトル変わるわ。これマジどうなの？もう一回学校に行ったら変わるのかな？なんかイベント起きたりすんのかな？すいません、なんかいきなり本線とずれちゃって。ごめんね、なんか全然わかんないでやっちゃってるから。特に何も起きなくなったな。これどこ行ったらいいんだろう。ほんとわかんないね。まあちょっとうろうろしてみようか、この回は。なんか落ちてるな、これ。あ、なんか落ちてる。え、これどうやって拾うの？違う。これ、あ、L2 で拾うの。ビール瓶。何使うの？殴るのかな？お、すげえ持ってるわ。これ殴れるってこと？うーわ、危ねえな。なんか殴ったらしゃばくなりそう。テーラー、あ、なんか洋服屋とか散髪屋とかあるんだ。でもお金ないんじゃないの？安い。3000円あんのか。あ、じゃあ髪型変えれる？もしかしてちょっと変えたいんだけど。全然喧嘩しねえ。ちょっと待ってね。あ、高っ。お、マジかよ、何もできねえじゃん。あ、何もできないわ。ありがとうございました。たっけえな、これダメだわ、何もできねえ。ちょっとストーリー進めよう。何もできないわ。
何にもできなかった。あ、はい、どうしたんですか。ああ、なるほど、こいつらはね、やっぱ自分の学校のやつらだから。あ、そうか、千葉ちゃんに聞けばいいな、こいつらを。千葉ちゃんってきっと、うん、ん、あんたは確か、あ、極光の安尾ちゃんだね。俺は極東線沿線最強の情報や千葉ってもんさ、みんなには千葉ちゃんって言われて、何か困ったことあったら俺んとこ来ないよ、いろいろ教えてあげるよ、しかも無料で。いや、教えて、どうしたらいいこれから。あ、一応報告しておくけどさ、俺のこと面白半分で殴ったりすると後悔するよ。なんでかって、試してみるかい。で、嘘だよ嘘、痛いの嫌だから勘弁。やっぱしさ、番長たるもの疲れた心を癒してくれる彼女の一人や二人いないとカッコつかないっしょ。いや、もうレイナとはもう両思いだったけど俺。噂じゃ安尾ちゃんのこと好きっていう子が極光にいるらしいじゃん。いいね、モテる男ってのは。あ、うん、いやいや違う違う、え、なに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 。あー、なるほどね、もう倒してくれと。いやいや、これどうすんのこれ、マジでどこ行ったらいいんだろう、マジでわかんないんだけど。とりあえず駅に入った。あ、イベント進んだね、よかった、恋愛イベントだけで終わらなかったわ。あ、じゃねえか。名前のとこ呼ぶときすげえ不自然だな。面倒なやつに入っちまった。イノシシみてえな顔してんな、こいつ。島村高校副番の山田様を交流と、いい度胸。お、副番なんだ島田。今日はお前の美しい顔なんか見たかねえんだ。俺のことはほっといて、どっか行けよ。やべ、ヒゲめっちゃ似合うんだよ。今ここで俺と勝負しろや、くれ。言えないか。島村高校番長大竹正弘、うん、島村の猛獣と言われる。喧嘩は強いが女にはからっきし弱い。いや一緒じゃん、野草と。曲がったことが大嫌いだ。野草に似てるな、この人。ちょっと雰囲気、眉太いな。どないしたい。眉太いな。いつもの馬やってるわ。山田の勝負。どんな食生活送ったらそんな眉毛になるの。今日はそんな気分じゃねえだけだ。さては、噂で聞いたあれが原因か。噂だっ て, って、国信連合と揉めとるらしいやねんか。大竹、お前国信連合知っ、大竹、お前国知っとるもなんも。なんか今おかしかったぞ。今なんかおかしかった。今なんかボイスおかしかった。下につけ、そしたら怪我せんでするわざきよな。ついつい打ち切れてもうたわ。打たれてんな、こいつも。ちょっとお前らしいな。どうせお前はしゃばいから連合に入れてくださいって言ってんだろ。こいつ煽るな。いくら煽ったってお前の相手としてやんねえよ。この野郎かっこいいな。ちょっと黙っとれ。 はい。てか、こいつら高校生の面じゃねえだろ。心配いらんやるけど、一応用心しとけよ。聞いた話やけど、都心の方のバンカークラスが大勢加わって、かなりの組織になっとるらしいからね。おいおい、いつも敵対してる俺に随分と優しいじゃねえか。わしとお前の喧嘩は、お互いを認めようた上で、ライバルとして叩こうとるけ。国信連合の考え方はわしらとはちょっと違うらしい。なあ大竹、お前も気をつけろ。なんかこう信頼し合ってる感があるな、この二人。わしは誰が来たかで負けへん。何言ってやがる。俺に負け越してるじゃん。絶対なんかこういう喧嘩のやつ関西弁キャラ出るな。12勝12敗26分けで勝敗はついてないはずやろが。何回喧嘩してんだこいつら。そうだ、50回喧嘩してんのか。悪い悪い。なあ、わし考えとることがあってな。うん、なんだ。実はな、わしとお前で。大竹さん、時間ですよ。早くしないと間に合わないっすよ。はい、いかんすよって。
話の続きはうちの学校でな。ああ、じゃあ島原高校にも帰ってるとか。まあ、山田みたいな血の気の奴らがおるけど、まあ、めったら問題ないやろ。ほな、島校でな。じゃあ今から島校行くんだ。じゃあ行くか、早速。でもなんか呼べねえのかな、シンジとかさ、ヒロシとかさ。一人で行くの俺これ。あ、もう島校来ちゃったっていう設定か。なんか電話で呼べたりとかなんかしなかったっけ、確か。あ、でもなんかもう家で電話すんのかな、携帯持ってないから。しまったな、一人になっちゃった。まあいいか、じゃあ行こうか。とりあえず学校を目指して。うわ、いきなりいいんじゃん。いるね。うわ、メンチ来てきた。やんのやんのか、お前こら。あ、やんのか。何、はい、あ、ちょっと早かった早かった全然わかんない。セリフ関連じゃねえぞ、ボケがシャバくなった似ていて、お前ふざけんな。不意打ちにも行きすぎるだろ、こら、お前。なめたことしやがって。あ、だだ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 。いや、マジかよ。こんなにダメージ受けると思わなかった、いきなり。なんかゲットしたな、てか今。何ゲットしたんだろう。あべあべ、ごめんごめん。殴りかかっちゃった、今。あ、タクシーチケットとかあんのか。ちょっと待って、もう体力がさ、いきなりないんだけど、これ。回復すんのどうやってすんだ、これ。大変なんだけど、いきなりさ。とりあえず、島港に行けばいいんだな。いきなりメンチ切られたじゃん。あいつもなんか喧嘩売ってきそうだな。てか、ここ島、なんだよ、これ全員喧嘩買って切りねえな。お前も、死にて、らしいな。お前もかよ。いや、ダメなの。そうか、お前がなるわけだ。難しいわ。お、何その動き。お、お前その動き。ちょ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 。いや、もうすっげえ数なんだけど、数がすごい。うわ、ちょっと待って、ガードどうやってすんだこれ。いっていていていて、ざっけんなこれ、つえ。おれおれ、おいしょおいしょ。あー、つえ。ちょっと待って、死ぬぞこれ。死ぬ死ぬ。うんこざりでちょっと気合い溜めよう。やべやべ、これ死ぬぞマジで。あ、これ体力も回復する、もしかして。踏んでたら、あ、座ってたら体力も回復するね。あー、よかったー、よかったよかった。回復しよう。よし、体力も回復したので行きましょう。ここまでしか回復できないんだね。とりあえず学校に向かわなきゃダメだな。こんなにしょっちゅう喧嘩してたら大変だな。あ、R1 でガードできんのか。うわ、もうめっちゃいいんじゃん、もう。すげえ絡まれるんだけど。めちゃくちゃいいんじゃん。んだよ、もう。なんだよ、一回も成功できねえんだけど。どうやら、死にて、らしいな。来た来たんじゃない、これか。おいしょー、来たー。くそ、おらおら、おいしょー。うれ、何人いんだお前。何しろと金拾ってんだお前。何やってんだお前。いや、多い多い、多いな多いな。よし、多い、ちょちょちょ、多いな、こいつら。うーわ、いって、く
けんな、オラオラ。多すぎる多すぎる敵が、きつ。お、まだいんの。くそ、あー多い。オラオラ、おいじゃ多いな、めっちゃ多い。オラよっしゃ。いや多すぎるだろマジで、こいつら何なんだよ本当に。ちょっと待って、めっちゃ食らった。いやもうすげえ食らっちゃったんだけど、大丈夫かなこのままいって。いや長え長え。これちょっと待てよ、このまま絡まれ続けると俺死ぬな。あれ山田か、うわなんか喧嘩になりそうだな、ちょっと回復しよう。よし回復した。あもう限界がだんだん回復できる範囲狭まってくるんだ。そろそろ回復アイテム使うのきついかな。あ来たね。よ大竹はどこにいる、知らねえ、俺も探してるんだ。え人のこと呼び出しといてあいつ舐めてんのか。ああ帰って寝るわ、邪魔したなゴリオ。おい待てや、誰が帰っていいって言ったよな。言ったよ、あんまり俺を舐めるんじゃねえぞ、うん、こら。おいおい大竹はいねえし、このゴリオには絡まれるしついてねえな。おい山田、なんでお前はいつもそうやって突っかかってくるんだよ。ああ悪いな、それが俺の性分なんだよ。ちょうど大竹さんもいねえ、ここで俺と勝負しろや。え、おい、この俺に喧嘩売ってんのか。やめとけ、怪我すんぞ。うるせえ、やってみねえとそんなことわかんねえだろうが。いつも人のこと下に見やがって。ほい、やすをぶっ潰してやるよ。被害妄想も甚だしいゴリラだ。でもな、そこまで言うなら怠慢で勝負してやる。実力の差ともその体に仕方刻め。え、マジ喧嘩すんの今から。嘘だろ、やばっ。おら、え、外した。うわ、マジか、必殺技食らった。おら、おら、いや、強えな、こいつ。いって、やべべべべべ、ちょっと待って、ちょっと待って。アンパン君と死ぬ。いや、全然回復しねえ。おら、うわ、あっぶねえ。うれうれ、強えぞこいつ普通に。あぶねえ、きついなこれ、体力の差がありすぎんな、さすがに。うわ、あぶねえ。おれおれ、撃ってこねえか、やばい、そんなことしてくんのか。あっぶね、うーわやべ、死んだ負けたじゃねえかちょっと待って、ちょっと待って、嘘だろマジか。あ、一応こうやって出るんだね。あー、バジュアが D です。すいませんでした。